はい、それでは問い5に行きましょう。誤っているものはどれかですね。この問い5がですね、60% をちょっと切ってるんですね。ここはね、ちょっと 80%、90%、もしかしたら 100% 取りたいとこですよね。まず A、被保険者が逃走、泥酔または著しい不業績によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由にかかる保険給付はその全部または一部を行わないことができる。意外とね、この給付制限のところって苦手になさっている方多いので、これ A がね、これ丸なんですけれども正しいんですけど、もう A で迷っちゃうって方いると思うんですよね。そういう方はもう勇気を持って次の B に行ってもいいわけですね。はい、従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主、はい、キーワードはここですね。個人経営をしている事業主は健康保険の被保険者となることはできませんね。法人の代表者、例えば代表取締役だとかと考え方が全く違いますよね。使用されるものではないですよね。例えば取締役というのは健康保険の世界では法人に使用されるものとみなします、ね、いわゆる社長も法人に使用されるものというふうに考えます。だから、ね、大きな会社の社長も被保険者になりますよ、健康保険のね。ところが個人事業所の事業主は誰かに使用されるってことはありえないので、自らが使用している立場です、ね、従業員を。ですから健康保険の被保険者となることはありえないんで、もう B が誤ってるで、ね、ここで答え出してほしいですよね。はいね、だから個人事業所の事業主はどうするかっていうと、国民健康保の被保険者になるわけですよね、はい、あるいはね、個人事業所の事業主でも要件を満たせば誰かの被扶養者になることも、まあ、可能性としてはねありえます。実際にね、そういう話ありますから、はい。さあ、じゃあもう A はね、正しいことはもういいですよね。はい、では C に行きましょう。厚生労働大臣は、協会勧奨健康保険の適用事業所にかかる名称、所在地、特定適用事業所であるか否かの別をね、インターネットを利用して講習の閲覧に供する方法により公表することができる、ね、これ改正事項でしたね。労働権徴収法の世界ではもうね、前からあったんですけれどもね、健康保と、それから厚生年金ですね、インターネットを利用してね、例えば自分が勤めてる会社がね、ちゃんと、届けて出しているかどうかとかね、そういうことを確認することができるようになりましたね。改正点です。でこういう時、はい、まさか、まあ、インターネットが抜かれていたとしても選択式でね、インターネットは解けると思うんですよ。まさかスマホとか選ぶことはないでしょ、携帯電話とかね、はい。だから講習の閲覧なんていう、これって言ったらどうでしょう。講習の閲覧ってね、これちゃんと選べますか。これいろんな出し方ありますよね。大衆の閲覧だとかね、いろいろね、一般国民の閲覧だとかね、はい、公表、はいね、だからこういうふうに、ね、択一式なんだけども、それを解いたら今度はそれが選択式でどういうふうに化けるのか、ね、そういうことを想像するんですね。はい、 C は正しい。はい、 D です。移送費は被保険者が移送により健康保険法に基づく適切な医療を受けたこと、移送の原因である疾病不詳により移動することが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給される、ここですよ、はい、
引っ掛けですよね。いずれにも該当する場合、いいですか。ただ一つでも要件が欠けていたらダメなんです。いい、適切な量を受けていて、かつ、ね、移動が著しく困難で、かつ緊急、その他やむを得ない3つ全ての要件を満たした時に支給される。だからこれいずれかに該当する場合と出されたら、逆にそれは罰です、ね。はい、この例はこのいずれにもだから丸なんですよ、ここ、ね。だからここ、試験員は今度はね、いずれかに該当する場合って出して引っ掛けるかもしれない、ね。そしたら罰だから気をつけてね。はい、で通院など一時的緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。はい、正しい。はい、ではいいですね。厚生労働大臣は保健医療機関もしくは保健薬局の指定を行おうとするとき、もしくはその指定を取り消そうとするとき、または保健医もしくは保健薬剤師の登録を取り消そうとするとき、そういうときは政令で定めるところにより地方社会保険医療協議会に諮問するのかどうかでしたね。ね、義を経るのか諮問するのかっていうところでしたよね。はい、さあまずはどこで決めてもいいんですけれども、指定を行おうとする、でこれから病院をね設立したと、で、あの病院の設立というのは都道府県知事の許可が必要なんです、ね。だからもう許可受けてるんで、指定を行おうとする場合は意見を聞きさえすればいいでしょ。だから、はい、これまず丸だと。はい、はい、丸ですね。次、指定を取り消そうとするとき、はい、もうこれは明らかに例えば警察の捜査が入っているとかね、もう犯罪容疑がほぼ明らかですから、これも意見を聞くだけでいいですよね。はい、それから登録を取り消そうとするとき、これもね、その保健医とかが何か犯罪行為を行った、警察が踏み込んでる、ね、っていう場合ですから、ね、明らかにも犯罪行為ほぼ、ね、まあ、推定無罪なんていう原則はありますけれどもね、でももう明らかに犯罪行為に近いことはやってるわけですから、これは意見を聞くだけでいいですよね。はい、したがって、はい、諮問、これは丸と。はい、ね、さあ次はね、問い6に行きましょう。はい、健康保険法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。はい、さあこれも C が長いね。まあ A から読んでもいいでしょうね。はい、 A です。72歳の被保険者で、はい、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとするものは、被保険者証に高齢受給者証を添えて当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。はい、ね、ここのところは考え方は普通の病院に通う場合と同じですからね。70歳以上ですから2割負担なのか3割負担なのか、ね、それが分からないと、ね、請求できませんのでね、訪問看護事業者は。ですから被保険者証に高齢受給者証を添えなければならない。はい、A は正しい。はい、では B に行きましょう。事業主は当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため、保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負うと。はい、例えば何かの都合で、ね、被保険者負担分を全額控除ができなかったと。
じゃあその控除できた分だけをね保健所等に納める、それだけでもう義務果たしたことになるのかって言ったらそんなことないですね。全額を納付する義務がありますから、まあ例えば一つの手としてはね、事業主がもう被保険者負担分を負担しちゃうというのもいいでしょう。ただし全部を負担するということは望ましくない。なぜかというとモラルハザードをもたらすからですよ。モラルハザード、ね、つまり全額事業主が負担をしてしまうと、ね、被保険者は負担が0円ですから、するともう何にもね調子が悪くないのに、ね、病院通いをしてしまうなんていうこともありますね、はい、そういうのをモラルハザードって言います。ですからね、これは、実際の行政通達では、ね、直接本人に請求すべきだと、ね、控除できなかった分はというような通達もあるんですね。はい、次 B です。B はこれはもう×ですね。ね、ここのところのみ、ね、はい、全額納付の義務ですからね、はい、B が×で C でいきましょう。はい、共に全国健康健協会鑑賞健康犬の被保険者である夫婦が共同して扶養しているもの、ね、子供が例えば3人いたような場合、ね、で夫婦とも稼ぎをしていると、すると被扶養者の認定においては被扶養者とすべきものの人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とする。これが原則ですね。だから原則は保険者が、ね、同じ協会憲法であるならば、ね、夫の子供全員ね、夫の被扶養者にするか妻の被扶養者にするかですね。ね、長女だけは夫の被扐養者で、ね、次男を、次女とか、ね、長男は妻の被扶養者とか、これできませんよね。はい、でも夫婦双方の年間収入が同程度である、例えば夫も妻も両とも年間収入が例えば、まあ、500万円ずつぐらいだったと、ね、こういう場合は被扶養者の地位の安定を図るため、ね、困っちゃうから同程度だとね、どっちの被扶養者にしたらいいか分かんなくなっちゃう、ね、地位が不安定になっちゃうから、ね、子供が困ってしまうんで届け出により主として生計を維持するものの被扶養者とすることができる。つまり届け出によりってことは夫婦で話し合って、まあ、どちらの被扶養者にするか、まあ、考えてそして届け出をしてくださいというニュアンスですね。はい、C は正しい。はい、さあでは D です。50歳である一般の被保険者、あ、50歳ですか、うん、ね、気をつけて。当該被保険者またはその被扶養者が皆保険第2号被保険者に該当しなくなった時は、はい、ここはね、年齢気をつけてくださいね。50歳でしょ、ね、で一般の被保険者でしょ、で皆保険第2号被保険者に該当しなくなった、ということはまず一つは医療保険加入者で亡くなったっていう場合が考えられますね。あるいは外国に移住したっていうことも考えられますよね。外国にね、住所を有すると介護保険は適用除外ですからね。だから2つありますね、大体がね。はい、まあもちろん死亡というのもありますけどね、これ読んでたら死亡はありえないからね。はい、こういう時は遅滞なく所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣または組合に届け出なければならないが、はい、まあここまでは合っていますと。はい、問題は、はい、事業主の命により命令ですね、被保険者が外国に勤務することとなった、海外赴任の命令を受けたんですね。
そうすると、はい、外国に勤務、外国に住所を有することになっちゃうと、介護保険第2号被保険者でなくなるわけですね。いいですか？はい。そういう命令があったから、いずれの市町村または特別の区域にも住所を有しなくなった。つまり、日本国内に住所を有しなくなった。そういう時は、当該事業主は被保険者に代わって、この届けを厚生労働大臣組合に届け出ることが変わってできるのか。できるんですね、これ。はい。丸なんです。いいですか、ね、この事業主がまだいる段階のお話でしょ。海外赴任ですからね。だからもう事業主にやってもらった方がこの場合便利だし、ね、確実だしっていうこともありますよね。はい。では丸と。はい。さあ次です。いいです。保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる、ね、まあもちろん直書きはね、これなんか虚偽で悪いことしたとかそういう場合は、ね、考えないで、ね、そういうことまで考えちゃうと、この本文がね、罰になっちゃう可能性があるから、例外的に。だからこの直書きがあることによって、これは、いいは正しい、正しいことを導くための直書きですよね。で、はい、ここで覚え直しですよ。はい。登録と指定はどっちが優先かって迷ったら、やっぱり人間が優先です。だから、登録をしたら、指定があったとみなしますね。はい。まず登録した。そうしたら指定があったとみなす、ね。人間が優先だから。これを逆に指定があったら登録があったとみなす。じゃあおかしいですね。ね、建物優先になっちゃいますからね。はい。こんな風にね、人間優先って考えれば、登録があったら指定があったとみなすと、はい、この流れをね気をつけておいてください。はい、E は正しいとこういうことになりますね。はい。さあということで問6まで進みました。はい。それではね、次のチャプターでは問の7番からいきましょう。はい。では、問6までの解説はここで終わりにします。